杉浦寺氏杉浦寺氏は日本の競馬騎手長教師。1909年、阪神競馬クラブに所属するオーストラリア人騎手 WH コフェーノ弟子となり、1912年に騎手となる。後横浜の日本レース、クラブに移り、1927年により騎手兼長教師となった。以後、大正時代を代表する名馬にも挙げられる万歳などで、 当時の最高格競争、提出5章点で6勝を挙げるなど際立った成績を残す。日本レース、クラブでは、中住世之助、日本柳昭蔵と共に主流を成した。その機フホームは、当時の長歩みの天神のりとも、1950年代後半から普及するモンキーのりとも異なる、中文で背中を丸めた独特のものだったという。 上京主戦業となってからは、太平洋戦争を経て、中山競馬場に所属を移した後、1964年に、管理場金ケ明が、大賀賞と、優秀品馬の品馬クラシック2冠を制した。1971年7月15日、心臓麻痺により76歳で死去。自身は、国兵の弟子であるが、騎手。 調教師の系統府では、杉浦寺氏系の祖として扱われている。主な弟子には、騎手として、提出後商店や中山大障害に優勝した中野義太郎、1964年に、当時28歳という戦後最年少の調教師となり、金日室などを手掛けた、鳴宮名校がいる。勝利数は不詳を主な騎乗場、括弧内は、杉浦騎乗時の優勝競争。 万歳主な管理場。カッコ内は杉浦管理下での優勝競争。太島は八大競争。ありがとうございます。